はい、今回の動画は好きなトライアスロン種目ランキングを紹介していきたいと思います。ハロー、ベルディ、東京ベルディトライアスロンチームのねだよしこです。今回の動画は、好きなトライアスロンランキングを紹介していきたいと思います。はい。YouTube のコミュニティという機能を使って、アンケート形式で投票していただきました。投票していただいた皆さんありがとうございます。コミュニティ初めて使いました。なんかアンケートとかができるので、これは面白いなと思って。はい。トライアスロンの、なんか皆さんトライアスロンの種目で何が好きかなと思って、はい。実施してみました。それを動画にしていきたいと思います。はい。今回は、スイム、バイク、ラン、トランジッションの4つの競技、種目から、はい。ランキング形式で紹介していきたいと思います。はい。まあ、人それぞれなのかなと思いながらも、こう、どの種目が一番になるのかなって気になったので、はい。楽しみにしてみてください。その前に、私のトライアスロン好きな種目ランキングを紹介していきたいと思います。はい。4つあるので、さて、どれが1位に輝くのか、はい。いきたいと思います。では、第4位。はトランジッションです。トランジッション結構もたもたしてしまうので、もっと練習しなければいけないですね。はい。やっぱり3つの種目と比べるとまだまだちょっと順位が上がらないかなっていうところです。はい。では第3位はランニング、ランです。ランも好きですけれども、まだまだちょっと1、2の種目とは比べるとまだちょっと下かなっていう気持ちです。でもこれからもしかしたらランが上位になるかもしれませんので、楽しみにしていてください。はい。では第2位はバイクです。競技的に言ったらバイクが一番好きなんですよ、実は。なんだろう、レースでも結構バイク好きなんですけれども、やっぱり第1位のスイムっていうのは自分の得意種目であって、ちっちゃい頃からやっている種目、競技なので、これを一番にしなければいけないかなーっていうプライドの、はい、ただ順番です。現在はスイム、バイク、ラン、トランジッション、その順番で、はい、枝よしこの、はい、トライアスロン好きな種目ランキングは、はい、こちらでした。以上です。はい。では、早速、皆さん、YouTube のコミュニティで、はい、投稿いただいたので、そちらを発表していきたいと思います。パーセンテージで紹介していきたいと思います。はい。では、第4位は、ランです。結構、ランは、上位来るかなと思ったんですけど、皆さんきついからかな、最後だからかな、ランが4番でした。ランナーの方多いと思うんですけれども、4番っていう結果でした。はい。 100% 中 13% の方が選んでくださいました。はい。では第3位はトランジッションです。トランジッション選んでくださった方で、トランジッションは一番楽しみってコメントいただきました。ありがとうございます。確かにこう、次の種目への移り変わりってドキドキするのかなって気持ちと、差がつきやすいところなので、こう、個性が出しやすい場面ではあるのかなと思います。あとはトライアスロンならではのことなので、トランジッション好きな方いらっしゃるんだなっていうふうに思います。なぜ好きなのかコメントいただけたらと思います。お願いします。では、第2位は、スイムです。スイムもこう、上位を期待
下がったりをずっと繰り返してたのでどうなのかなと思ったんですけれども、スイムが2位でした。で第1位がバイクです。これまあ私のこう勝手な、はい、あれですけれども、バイク男性の方がすごい好きなのかなと思いますね。はい、皆さん女性は多分バイクよりかはこうスイムランが好きな方多いのかなと思って、男性の方ははいバイク好きな方多いと思うのでこの結果だったのかなと思います。はい、バイクが 100% 中 38% でスイムが 31% 接戦でした。はい、なので1位に輝いたのはバイクっていう結果でした。はい、皆さんのこうなんでその種目が好きなのか理由がありましたらコメントぜひお待ちしておりますので、コメントよろしくお願いします。はい、それにちなんでではありませんが、はい、スイム、バイク、ラン、まあ、トランジッションも含めてオンラインレッスン、パーソナルレッスンをやっています。ドリームコーチングでパーソナルレッスンをやっております。概要欄からチェックしていただければと思います。レベルに合った指導や、まあお子さんであればはいかけっことか、これから運動会のシーズンだったり、プールの授業の練習だったりはいあると思いますので、自転車も教えることができますので、ぜひ興味がある方いらっしゃいましたら概要欄チェックしていただき、はいお手伝いをさせてください。またこう YouTube のコミュニティを使ったアンケート形式で、はい、動画にしていきたいと思いますので、皆さんコミュニティもチェックよろしくお願いします。はい、それではチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。リクエストがありましたらコメントよろしくお願いします。パーソナルレッスンやっておりますので概要欄チェックしてください。はい、それではまた会いましょう。